氷が張った湖と聞くと何を思い浮かべるでしょうか。ワカサギ釣りやアイススケートなどアウトドア派の人間であれば、冬特有の楽しみ方に思いを馳せるかもしれません。しかし氷の厚みとそれがどれくらいまで耐えられるのかは見ただけではわからないことが多く、氷が割れて人間が転落してしまう事故が毎年発生しています。もし不運にも極寒の湖にあなたが落ちてしまったらと考えたことはありますか。約0度の水に落ちてしまうと人間の体はどのような反応を示すのか、そして万が一落ちてしまったらどのように這い上がればよいのでしょうか。今回は極寒の湖に落ちるとどうなるのかについてご紹介しようと思います。残念ながら氷の張った湖への転落事故は毎年数多く発生しており、時には命を落としてしまうことも少なくありません。ご存知の通り、氷は水より比重が小さいため、湖の表面は凍っていても内部は液体となっている場合があり、氷が耐えきれないほどの衝撃を加えると割れてしまい、乗っている人間も転落してしまうというケースです。例えばゴルフ場の凍った池で遊んでいた若者やワカサギ釣りを楽しもうとした釣り人などが犠牲となっています。しかし多くの人が疑問に思うかもしれません。確かに極寒の湖に落ちたらびっくりはするだろうが、すぐに這い上がれば普通の水と同じこと。寒中水泳という形で氷点下付近の湖で泳ぐ人もいるため、通常の湖とあまり変わらないのではないかと。そのような人のために、実際に足元の氷が割れ極寒の湖に落ちてしまったら何が起きるかを解説します。当然ですが、人間は突然足場が崩れることを想定していません。そのため氷が割れて何が起きたか理解する前に突入し、思わず水を吸い込んでしまう可能性があります。その場合は通常の水に溺れる時と同じように、助けがなければもがき苦しみながら死を迎えることでしょう。そんな中、氷点下付近の水に落ちるというのは特別な危険を伴います。人間が冷たい水の中に落下すると、一般的に111の法則と呼ばれる現象をたどり、人は死に至ることをご存知でしょうか。それは1分間で低温ショック、10分間で四肢の機能を失い、1時間で低体温症により凍死するというものです。ということで今回はバイエンススーツによって安全に配慮した上で、実験台に氷の張った湖に落下していただきましょう。少し冷たいですが、命の安全だけは保証します。まずは最初の1分間、冷たい水の中に落下するとあなたの意識にかかわらず身体は低温ショックと呼ばれる反応を示します。人間は高温動物であり、身体機能を維持するためには体温をほとんど一定に保つ必要があります。しかし冷たい水の中に投げ出されると、あなたの体は熱を逃がさないように皮膚のすぐ下を通っている血管を狭めます。すると体中に血液を循環させるための抵抗が増加し、血圧と心拍数が急激に上昇。若く健康な人間であっても心筋梗塞に陥ることがあるのです。また息が荒く浅いものとなるため、それだけで水を吸い込んでしまう可能性が上昇します。息をする頻度が通常の6倍から10倍程度に増加してしまうため、常に頭を水から出していないと危険だということは容易に想像できるでしょう。幸いなことに1分ほどで息が上がるという事態は収まりはするのですが、ライフジャケットがなければ苦しい戦いになることでしょう。さらに人間には潜水反射という別の反射が存在し、それは人間の顔が水に浸かると酸素を節約するために心拍数を少なくするというものですが、これは低温ショックの結果と真っ向から対立するため、潜水反射と低温ショックが体内で喧嘩のようなものを起こした結果、不整脈を発生し亡くなる人間も多いという研究結果が存在します。かなり苦しい体験をされたことでしょうが、これでも第一段階を生き延びることができれば、次の目安は10分です。空気と比べて水は比重が重いため、体温を奪う速度が段違いに速いことが知られています。あくまで目安ではありますが、血流を抑制された筋肉はおよそ5分から15分後には硬直し、意識的な動作はほぼ不可能となります。当然その状態で気道を確保することは難しいでしょう。
そのため、ほとんどの場合では自力で這い上がることができるのは最初の10分間だけだと考えられています。そして最後には1時間ほどで訪れる低体温症による死を待つのみとなります。とはいえ、これもあくまで目安であり、体脂肪率や体重にも大きく影響を受けます。体重が軽い子供などは15分でも命を落とす危険があるのに対し、肥満体型の人では3、4時間ほど猶予があると推測されています。自分は太っているから大丈夫だ。太っていてよかったとお考えになったそこのおデブ。鷹をくくるのは誤りです。というのも一般的には極寒の湖に落ちて低体温症で亡くなるのは極めて稀。それはなぜかというと、低体温症になる前に四肢が動かなくなり溺死してしまう方が圧倒的に多いためです。また低体温症で仮死状態になった後に蘇生できたというケースも一部存在しますが、それらの例では脳の温度が極端に低下していたことが重要だと指摘されています。今回のケースにおいて脳の温度を低下させるということは、頭を水の中に入れる必要があるでしょう。この場合、待っているのは窒息死だということは説明するまでもないでしょう。このようにして命を落としてしまうことを防ぐにはどうすればいいのでしょうか。まず大前提として氷を過信しないことが重要です。確かに計算上では氷の厚みが3センチ程度あれば、標準体型の人間が氷の上に乗ったとしても割れることはありません。しかしそれはあくまで均一に氷が湖面を覆った場合。現実の氷の場合、細かい傷や亀裂が存在し、さらには枝なども氷に取り込まれることがあるため、計算上の強度を発揮できることはほとんどありません。特に氷が薄くなりがちな春先では注意が必要です。最新の注意を払った上でも最悪の事態に陥ることはあるでしょう。ここで思い出す必要があるのが1-10-1の法則。最初の1分間は低温ショックにより無意識に息が荒くなる時間です。すぐに脱出したくなる気持ちはわかりますが、まずは落ち着いて呼吸を落ち着かせることが重要です。焦って脱出しようとすると、ふとした瞬間に水を吸い込んでしまい、それは溺死の可能性を大きく上昇させる危険な行為です。呼吸を落ち着かせたら脱出を図りましょう。猶予は体が動かなくなるまでのおよそ10分です。しかしプールから上がる時のように氷の端に手をついて自ら脱出するのは NG。 少し考えてみればわかりますが、あなたは足元の氷が割れたから水の中にいるわけで、その付近の氷が体重を支えられる可能性は非常に低いのです。そのため次にご紹介する脱出方法を覚えておくと良いでしょう。まずあなたが氷の上で辿ってきた方向を向き、その部分の氷に手を乗せます。その後は水の中で足を蹴り、なるべく体を水平に保ちながら少しずつ氷の上に上がるのがポイントです。体を水平に保つことで体重を分散させ、再び氷が割れる可能性を下げることができます。無事に水から脱出できたら、立ち上がるのではなく転がるようにしてその場を離れ、すぐに室内に移動するのが最善策となります。このように夏はもちろんですが、冬であっても人が溺れることは珍しいものではありません。徐々に寒くなっていくこの季節、この動画によって助かる命があれば幸いです。今回のバイエンスはここまで。お気をつけて、ね。